芸能界でジャニーさんの存在って相当大きいんですか？いや、堀江さん、ジャニーズ辞めていった一番成功した人はあの人。あー、堀さんジャニーズだったんです。え、知らなかった。まあ、タカはジャニーさんはもうだから、うん、が辞めてめちゃくちゃ落ち込んだんですか？トシちゃんはやっぱすごいひどかったらしいですよ、昔は。芸能界でジャニーさんの存在って相当大きいんですか？いや、堀江さんやっぱ芸能界のお友達たくさんいらっしゃるので、うんうん、そうですね、うん、だから日本の今の芸能界の第一世代というか、うんうんうん、のうちの一人ですよね、うんうん、まあ、だから男性アイドルといえばジャニーズじゃないですか、うんうんうん、はい、っていう一大地位を築いたので、うん、多分他の事務所から出にくいですよね、うん、というような力関係らしいですよ、うん、だからあんまり他の会社の男性アイドルって、うん、わーってならないし継続しないじゃないですか。確かに、まあ、確かに、ね、あんまり聞かないでしょ、うんうん、だからやっぱりここはうちらの持ち分だみたいな、うんうんうん、ところはやっぱジャニーズは本当にそういうこう不分立といいますか、うんうん、その力関係ですよ、うん、があったんですよね。ただそのやっぱ最近になってきて影響力が弱まってきてるなっていう感じはしますよね、うん、例えば他の事務所の男性アイドル、うんうん、確かにここ本当数年ちょっと出てきましたよ ね。あれはやっぱり昔はなかったですよね、ああいうのは。確かに昔はもう少年隊さんとかの、うん、もう全部だからジャニーズじゃないですか、うん、15年前とかだと、うん、あとまあ YouTuber とか、うん、YouTuber の、 そのグループというかユニットとかも結構いっぱい出てきてて、うんうん、本当にその埼玉スーパーアリーナで単独ライブやるぐらいのところにはなってきてるわけで、うんうんうん、そういうこうジャニーズ以外のそういう部分ってのはすごく増えてきましたよね、昔に比べると、うん、確かに確かに。あとイケメンアイドル系とかもね、うんうん、あ、でもジャニーズってこう辞めて成功した人の一人としてワンオクのタカさん挙げられると思うんですけど、タカさん、そっか、まあ、タカはだから海外に活路を見出してすごい地道に頑張ってやってるんですよ、うんうんうん、だから例えばもうアメリカとかだともう全然まだ全然小さくて本当に1000人とか2000人クラスのライブハウスとかをそのバスで、うんうんうん、マイクロバスみたいに乗ってこう点々としたりとかしてライブやったりとかして、本当シャワーとかからゴキブリが出てくるみたいなところで頑張ってやったりとか。でもヨーロッパはねすごいんですよ。ヨーロッパはね数千人クラスのホールとかでも結構満員になるぐらい、2、3000人とかだともう超満員になるぐらいの、僕実際行ったことあるんですけど、すごい伸びてますね。ヨーロッパは多分ねその組んでるマネージングしてくれるところがすごい強いらしくて、はい、今ヨーロッパではかなりいい感じになってきてますね、マネージメント会社、うん、みたいなのもあるし、うん、まあ、ジャニーズ辞めていった一番成功した人はあの人ですよ。ダントツで誰だと思いますか？え、辞めて、タカさん、いや、タカさん、ヒロミ号ですよ。あ、ヒロミ号さんジャニーズだったんです。え、知らなかった。もうジャニーさんは、まあ、ジャニーさんはもうだから、うん、郷ひろみが辞めてめちゃくちゃ落ち込んだんですかね。知らなかった。そうなんです。すみません、ちょっと調べてなかった、それ。そうなんだ。そうなんですよ。そっか、スーパースター。郷ひろみさん、スーパースターですよ、今でも。まあ、一方でうまくいかない人もいるじゃないですか。ジャニーズ辞めて、うん、ちょっといろいろこう。まあ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 。違いは どういうところなんですか。いや、でもやっぱ郷ひろみさんは圧倒的ですよね。あとそのタカみたいにこう信念を持ってる、うんうん、そうね、信念を持ってこうやって成功するんだっていうところでちゃんとまた下積みをやってやれる人なのかどうかみたいなところはやっぱりあると思いますよ、うん、すごい。あとその向上心とか、うんうん、やっぱこうアイドルもう本当にジャニーさんに10代前半の頃に声かけられて、うん、あのスター街道をこう登ってってそれが当然だみたいに言っちゃった人たちはやっぱダメになっちゃいますよね、うんうん、だから一時期トシちゃんとかそうだったじゃないですか。田原俊彦さんとかちょっと昔そうですよね、うん、足こうやってする人ですよね。そう足上げる人ですよね。そうすいません、ちょっとそこで、ね、足上げる人。トシちゃんはやっぱすごいひどかったらしいですよ、昔は。どうひどかったの？ジャニーズ時代は、うん、
なんかスタッフさんの評判とか超悪かったらしいですよ。うーん、らしいんですけど、まあまあやっとここに来てまた復活してきたかなって感じなんですけど、うん、やっぱ現場に行くと、うん、この間久しぶりにお会いしたんですけど、はいはい、みたいな感じ人見知りなだけなんじゃないですか。違うと思いますね、多分。なるほど。違うと思いますね。ちょっとまあ今その、まあ、例えば吉本興業とかも今いろいろ言われてますけど、うん、堀さんは今後芸能事務所の役割ってどう変わっていくと思いますか。ああ、本当それは YouTuber の世界が一番やっぱり最先端を行っていると思っていて、なんかそのやっぱウームとかに所属してる YouTuber 多いじゃない、はい、だけどやっぱなんか辞める動きが結構出てきてるんですよね、ウームですよね、からも辞める周り結構辞めてますね、今辞めたいって相談を受けられて、そう受けてるんだ、だからなんかいわゆるそのウームってまあ古いマネジメント事務所と同じような立ち位置なんですけど、そうじゃなくて緩くその専属契約を結ばずに、仕事だけ紹介してくれるエージェントみたいなのが今増えてきてます、たくさんありますね今、だからエージェントとフリーで、だってもうなんか SNS のやり取りでできちゃうし、ギャラとかもじゃあこれでやりますっつったら、ああそうですかみたいな感じで、人間的なつながりで僕もインフルエンサーの人たちと絡むことよくあるんですけど、なんかそんな感じになってきてますよね。ゆこさん自身も元アイドルから今個人事務所独立されたじゃないですか、はい、働き方とかって変わりましたか。まあ、ちょっと昔アイドル時代の時は、稼いでないよねそもそも。そう、私 CD デビューする前に辞めちゃったんですよね、なのでお金とかもあんまりその仕事をどんな風に受けてたかもとかあんま分かってなくて、そこで辞めちゃったら何とも言えないんですけど、分かんないですよね。まあ、でも今の方が、うん、まあ、仕事の依頼とかも直で私が見て確認して返して、まあ、返信するのはマネージャーですけど、なんか打ち合わせとかも全部普通芸能ってできないんですよね、なんか出られない、まあ、マネージャーさんが行くかですよね打ち合わせとかだと、なんかすごくやりやすい、ある程度、ある程度実力がある人だったら自分でマネジメントした方が全然早いですよね。でもそういう人、だ普通の芸能人でもそういう人増えてきましたよ。誰だろう、例えば、まあ、例えばメンタリスト大吾くんとか、あニコニコ動画でもやってましたね、それこそ最初話してたあの、ニコニコチャンネルでね、ニコニコチャンネルでもね、はい、一番ですよね今ね確かに確かに、だからああいう人たち増えてきてますよ。増えることっていいことなんですか。いや、まあ、なんで売れてる人にとってはいいんじゃないですか。でもね、今なんかそのインキュベーションみたいなことも自分でできるから、いらないっちゃいらないよね、テレビに出なくてもいいんだったら、なんかその芸能事務所って多分テレビに出ることがすごい市場、まあ、テレビとかラジオとか、いわゆる前からあるそのブランディングされたメディアに出たいっていう人たちの受け皿になっていて、そこにこだわりがないんであればいいんじゃない、別に、多分既存の芸能事務所が強いのそこなんで、あテレビとのつながり、メディアとのつながりですよね、古いメディアとのつながりが強いだけなんで、そこに別に出なくていいんだったら、いいんじゃないですか。でも結局今ソーシャルメディアで出てる人たちがテレビに出てるから、確かにね、結局そうなっちゃうんで、箕輪さん前田さんも毎週見ますよね、ソーシャルの影響力を大きくした方が、だからインスタグラムとか YouTube とかのフォロワーを10万人単位で持ってるだけで、別にテレビは勝手に声かけてくるから、確かに、ね、今月めっちゃ出ます本当、はい、もう逆にテレビ出なくなってるもん、もうだからもう時間がもったいないから、拘束時間長いですもんね。そう、拘束時間、いや拘束時間長い割に、なんか見られてる層が、そのあんまりこうなんていうのかな、まあ、なんか言いづらいんだけど、まあ、所得が低い人とか、なんか多いから、なんかその繋がらないですよね、社会的影響力とか、そうビジネスとかに全然繋がらないから、その割に文句ばっかり言われて、なんか意味ねえなって。だったらツイッターで炎上してる方が全然いいな。確かにね、いやあれツイッターで炎上してるの全部取り上げられるんで、確かにすぐネットニュースになってますよ ね、 ね、そうそうそう、またなってるんですね。ネットニュースになってんのを、ね、メディアが取り上げるから、はい、僕出なくても出てるんで、確
確かに森江さんも毎日テレビ出てる感覚ですもん。そう、わかります ね、 ってるから。でも最近なんか梅とか大きな事務所でなんか育てて育てて大きくなったタイミングで自分で動画が稼げるからやめるっていうのがこうすごい増えてきてる気がして、梅かわいそうって思ってた。でも芸能界もそうじゃない。まあそうなんだよ、そんなもんなんですか。そんなもんなんです。そんなもんなんです。